ターゲットレオン・S・ケネディの位置検索は上層部が承知した。デルタチーム、レオン・S・ケネディからの救難連絡を傍受した。奴は2人の生存者と一緒にいる。クレアレットフィールドとバーキン博士の娘シェリーだ。場所はロンズデールヤード。すでに政府特殊部隊が向かっているらしい。シェリーは G ウイルスに感染して抗ウイルス剤を投薬された。ワクチン自体は地下研究所と一緒に失ったが、その抗ウイルス性質への鍵はまだ彼女の中に残っている。レオンとクレアを排除してシェリーをアンブレラに届けるのだ。これはお前らの最後のチャンスだ。了解した。ウルフパックは移動を始める。以上。司令部了解した。アンブレラがすでに G を持っているとしたら信用は禁物だ。奴らの裏をかくプランが必要だ。
Huh!
はい。もう一発もらって。あのグレネードランチャー女に向けて援護射撃。スペックオプスがいる。椅子交えるわ。傷を負った。クソ、甘ずい。
Thank you.
数は動くのをやめて。少女はどこへ行った？こりゃ、シェリーを連れてここから逃げろ。レオ、できない。マーキーの娘を連れてこい。さもないとこの警官が苦しむことになる。行くんだ。わかった、行くわ。危害を加えないで。すぐに来い。なぜこんなことをしているんだ。アンブレラのためか。お前たちのためになるのか。
あんたらは向こうに早く。デルタチーム、状況を報告せよ。あいつらを捕らえたよ。警官と女を殺し、娘を連れて。殺せるよ。でもそうするのは今後の交渉次第だね。何を言っているのか分かっているのか。私たちを見捨てて BOW と戦わせ消そうとした。契約の3倍は欲しいわ。急いで脱出用ヘリを送って。狂ったのか。お前たちと交渉することなどはありえない。さっさと任務を完了させろ。自分で終わらせたらいい。もう私はあんたの言うことは聞かない。ならばラクーンシティごと生き耐えろ。あんたに騙されるよりマシさ。思ったほどアンブレラから引き出せなかった。しかも奴らは裏切った。仕返しにあんたたちを放置する。シェリーは連れて行きな。私たちは他にやることがある。この街を抜け出してアンブレラの腹綿を抜いてやるわ。